現在マーシャル諸島にあります熱帯低気圧がこの後発達をしまして、今後12時間以内に台風となる見込みです。まず雲の様子をご覧ください。日本の南の海上には台風22号、そして熱帯低気圧が2つあります。フィリピンの東の海上の熱帯低気圧も明日までには台風になる見込みなんですけども、もう一つ、こちらがマーシャル諸島の熱帯低気圧となります。今夜までに台風となる見込みなんですけども、台風となった後の動き、こちらに、台風となった後の動きがこちらになります。で、現在、最大風速15メートルです。で、今夜までには18メートルとなって台風となる見込みなんですけども、その後あまり発達をしません。来週の前半にかけて、だいたい1000ヘクトパスカル以上の風速、気圧で経過をする見込みでして、風速も20メートル程度というふうに見られます。で、この熱帯低気圧、台風になった後も、あまり長く続かず、12日の午前9時までにはマリアナ諸島の近海で再び熱帯低気圧となる見込みです。台風になった後も日本への影響はないとみられます。最新の台風情報や熱帯低気圧の情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。